ねえ、大いなるルーンを探しているっていうのは君たち？私はエスメラルダ。ここへはお仕事でお邪魔したの。ええ、大いなるルーンの探索者との接触、それとどんな人物なのかを確認ね。知ることが私の仕事、今のところね。だから少しお話聞かせてくれる？そんなものね。そう、よくわかったわ。ありがとう、話を聞かせてくれて。ええ、君たちが世の中を生み出す悪党じゃないってことがね。ちょっと！ごめんね、初見で大丈夫とは思ったけど、これもお仕事だから。なるほど。そう、大事なお仕事。お話を聞いて、我が国の脅威なら実力を持ってこれを排除せよってね。しゃー、大丈夫よ、君たちを排除しようなんて思ってないから。私、ルーンナイトの一人、エスメラルダが保証するわ。でも他にも調査対象があって、私もこの島に滞在したいの。いいかな？へへ、いらっしゃい。ありがとう。調査が終わるまでよろしくね。みんなでどこかにお出かけかな？こんにちは。うん、こんにちは。それで、どこへ行くのかな？それは嬉しいお誘いだね。せっかくだし、一緒に行こうかな。幸せ。私の分を分けてあげるわ。冒険家は体が資本なんでしょ？たくさん食べて体を作ることは大切なことよ。はい、どうぞ。お礼はいいから、よく噛んで食べるのよ。わかった？よし、君は好き嫌いがないみたいで偉いわね。何？あ、それから私のことはエルって呼んでくれていいわよ。仲間はみんなそう呼ぶから。それで？事情があって。ううん、そうじゃなくて、ずっと入院してるの。にゃにゃ。怪我だよ、大怪我で入院中。本当はそばにいたいけどね。ひこ
気にしてないわ。ただ弟は日常生活それ自体がリハビリだから世話を焼いてあげられないの。それに自分でできないと私がいなくなった時困るでしょ。私の仕事ルーンナイトは危険な仕事が多いから万が一のこともね。まあそういう事情があって弟の世話を焼いたことないのよ。だって私も姉なの。弟の世話を焼いてみたいってそういう欲求があって当然でしょ。だから年下の男の子を見るとついつい世話を焼いちゃうのよ。あんた、うん、でも君が嫌だったならもうしないからごめんね。ありがとう。じゃあもうちょっとだけお姉ちゃんさせてね。近い。こっちね。って、あれ？おーい！私は調査なんだけど、そっか。感じてた強力なルーンの波動は君たちのだったのね。何？ルーンが発している強さというか気配みたいなものね。嘘。これでもルーンナイトだからね。普通の人には無理でも私には可能なの。ルーンナイトは私の国でルーン魔法を使う戦士の総称。特殊なルーンを体に埋め込んでその力を武器や防具に具現化して戦うのよ。ええ、だからルーンが放つ波動にはすごく敏感なの。ルーンを宿す適性が必要だけど実際にとても強力よ。ほんとこの力が最初から使えてたらね。昔って言っても数年前にね。住んでた町で魔物が暴れたのよ。それに私たち家族も巻き込まれた。両親はその場で、弟は重傷を負って今も入院中。そんな。私にルーン魔法の適性があるのが分かったのもその時ね。魔物を討伐した軍に勧誘されたわ。弟の治療費を用意してくれるって。正直助かったわよ。おかげで弟を救うことができたもの。って私の昔話はいいわよね。楽しい話でもないし。それよりルーンナイトの仕事ね。ふむふむ。まあそれもかな。ルーンはものによっては国をも脅かすからね。特に君たちが探しているものは。でもそんな相手やルーンを排除する以外にも仕事はあってね。今はそっちをしてたところなのよ。そう、私みたいに適性を持つ人を探して勧誘してたの。
強いルーンの使い手は適性を持ってることが多いからね。まあね。それでだけど、君たちって適性ありそうよね。どうかな、私と一緒にルーンナイトやってみない？優しく教えてあげるよ。なんでよ。おっと、ごめんごめん。でも本当に仲間が増えるのは歓迎だよ。その気になったらいつでも言ってよね。伝わらないし。町のチンピラ程度ならいいけど、大抵は凶悪な犯罪者や強い魔獣、それから敵国の軍隊が相手だから。そんなことより君たち、ちょうどいいところに来てくれたわ。なに？実はね、さっきからお土産を選んでいたのよ。なるほど。そう、ほら、私いつも仕事でそばにいてあげられないじゃない。だから国を離れた時は仕事先でお土産を買っているの。ただもう幼い子でもないから、最近はお土産選びもいろいろ迷っててね。よかったらみんなの意見も聞かせてくれない？私は姉なんだし、当たり前でしょ。
それより選ぶね。一番喜びそうなの教えてね。それで、なんだっけ？モガー！あはは、ごめんね。ちょっと、ぼーっとしてたみたい。もう大丈夫だから。ほんと、大丈夫だよ。体の調子が悪いわけでもないから。アイリスって結構はっきり言うんだね。任せて。うん、ありがとう。そうだね。じゃあ聞いてもらおうかな、私の話。私に任せなさい。どうしたというかね、弟の病院から連絡があったの。にゃにゃ。ううん、いつもの経過報告。どんな風に過ごして、どんな様子だったとか、そんな話。あのね、ごめんね。でも私はそれを聞くたびに思うのよ。これで良かったのかなって。はあ。私は弟を助けたくて軍の誘いを受けた。その選択は正しかったと思ってる。おかげでたった一人の肉親を失わずに済んだんだから。そうかな。もしかしたら弟は違う気持ちかもしれないじゃない？どうして？魔獣に受けた傷のため、肉体の治癒力に異常が発生、長期的な治療が必要。医者にね、言われてたの。これから大変な苦労をするって。大量の投薬と魔法による治療、そして長いリハビリ生活よ。それでも弟は頑張ってるわ。わずかに動く足で歩けるように、力のない手を振って微笑むのよ。でも私は見てしまったわ。苦しくて辛くて泣いている弟の姿をね。それを思うと考えるのよ。本当のあの子はどんな風にどう思っているんだろうって。私が一人になりたくなかったから、そのために生かされてる、そんな風に思ってないかって。そんな、だってあの子は私に助けてって言ってないから。ごめん、わかってるよ。私の想像でしかないこともね。でも時々考えちゃうのよ。辛く苦しいリハビリと長い長い治療の話を聞くとね。いっそ楽に、そう思ってないか。本当は私どうするべきだったのかなって。
ずっと考えてる。でもね、弟には怖くて聞けないの。情けないあれでしょ。ごめんね。もう少ししたらいつもの私に戻るから。今は少しだけ放っておいて。温かいルーンの光と優しい波動、これ君の心ね。うん、ありがとう、励ましてくれて。アイリス、信じてる。信じる方が姉らしいわね。ありがとう。少し元気出てきたわ。それは心強いわね。いつか本当にお願いしてもいい？私に任せなさい。その時はきっとたくさん怒られるかな。私ね、軍で働いてるって弟に言ってないの。にゃにゃ。優しい子だから危ない仕事をしてるって知ったら怒られそうだもの。私が過ぎるわね。だけど本当にありがとね。なんだかとってもすっきりした気分だわ。いつか絶対に君たちを弟に紹介するからね。また一つ手に入れた。